は金曜日、1点を追うホークスは1回、先頭三森絶好調の三森が6試合連続ヒットとなる先頭打者ホームランで試合を振り出しに戻すと、続く2回三森の連続タイムリーで2点を勝ち越します。その後同点とされるも8回、一打勝ち越しのチャンスで打席には再び三森。右中間を破るタイムリースリーベース。三森はこの日ホームランを含む3安打3打点の大活躍。その後も得点を重ねたホークス、カード初戦を完勝です。続いて土曜日、ホークスは高橋奎が4ヶ月ぶりの先発マウンド。2軍で好投を続けてきたサブマリン、ストレートを中心に日本ハム打線を打ち取り3回まで無失点。しかし4回以降3本のホームランを浴びるなど試合を作ることができず、ホークスの連勝はストップです。そして昨日、カード勝ち越しをかけ先発はスチュワート。その立ち上がり、150キロを超えるストレートを軸に2回までに早くも4つの三振を奪います。一方の打線はその裏、先制のチャンスで今宮。ですが相手の好守備に阻まれ得点とはなりません。すると3回、得点圏にランナーを背負ったスチュワート、ストレートを逆方向へ運ばれ先制ツーランを打たれます。その後追加点を許し迎えた6回、この回先頭の柳田、ライトへヒットを放ち出塁。続くは4番近藤、その初球本人も完璧と語った当たりはホークスのファンの待つライトスタンドへ。頼りになる男の一振りで場内の雰囲気が一変します。さらに7回、ツーアウトから9番甲斐がセンターへ運び出塁すると、その後2塁1塁とチャンスを作り13試合ぶりのスタメン出場、増田秀。気合を入れて打席に入ったと起用に応えるタイムリーで1点差にまで迫ります。迎えた8回、マウンドには4番手松本裕樹。終盤に痛恨の一発を許したホークス、カード勝ち越しとはなりませんでした。増田の悔しそう。